ねえねえ、これさ、ね、ココアの、富士のココアとするんですけど、富士のココアにコラボ配信で配信始めてるって聞けますか？これさ、始め方が最初違うんです。まあ、始まってないに？始まる、始まる。ねえ、今聞いてみる、聞いてみる、ハルさんに。配信待機して、すいません。なんか始め、できないんだけど、なんで？リクエスト送った聞けますか？ちょっと待ってね。私も私でちょっといろいろ。どの写真がいいとかあるかな？どうしよう。トゥーントゥーントゥーン。ねえねえねえ、そう、写真どうしようかなと思ってる。ピースか声、どっち、あ、来た。よかった。ねめっえ、ちねゃ、えねえねえ、今日さ、いい推しの日じゃん。いい推しの日じゃん。ハンさんさ、ハンさんとは、ツイしてあげるのあり。みなが？そう。いいんじゃない？別に知らん。え、怒られないの？結構取りしたら。OK。じゃあ私はハンちゃんの可愛い写真をあげるわ。ね、写真どれにしようか迷っとる。ちょっと見せ見ていいかな、せて。今。これか、これか、これか、これ。もう一回もう一回。ピースモバメに乗っけてないんだって。そう、みんなモバメに乗っけと。これか、これか。ああ、それ、これ。これ。ああ、もう一個前。こ最れ。初の。ね、口閉じてるよ。でも、花さん笑ってるよ。でもさ、2個目はさ、ハンさん口づいてみんなが口開けてんの。1個目。え これマジで、米印で、嬉しすぎて顔がにやけてます、すいませんってつけるから。つけるから、よろしく。なんでよろしくな。よろしくね。なんいいでねよろししてく。ね。どうしようかな。2枚とも載せちゃう。だって。2枚とも載せるのは割る2で。
猫が歯が得意な編集してや。まんま編集切り取って、そこで切り取ってさ、くっついて。え、あり、どう、どう、いや、え、送り、待って、今からみんな聞くから、ほんとに。うん。でもなんかこの写真本当にみんな変キモいんだけど。え、見え、見え、見せたいな、見ないじゃない。花さんが見せたいから。花さんを見せたいから。かわいいな。いいよ、しの日。パート2とかやっていいかな。うん。あ、私もそうしようかな。パート2、ぐっちゃんにしようかな。ゆっちゃん、うん。ぐっち。みんな最近好きやね。みんなさ、なんかさ、いつからか分からんけど、めっちゃ好きになってしまってさ。うん。やばい。なんかめちゃくちゃ好き。面白い。面白い。ねえ、みんな。え？どうしようかな、マジでみんな。どうしようかな。これ変？変じゃないよ、別に。2枚は？ 2 枚。どっちとも乗せちゃえば。あれ、それいいよね。うん。あなたならそうです。失礼します。ごめんなさい。ありがとうございます。よし。あら。送り送るよ。送るよ、送るよ、送るよ。送って送って。はい、せーの。お墓参りで葬式来てね。何？みんな今テンションがやばい。これは何の嬉しみのテンションなのかわからないんだけど。マジで無理。はい。これ変身機能来てるんだけど。まだチートしてないですよ。あの、聞きました。押しても大丈夫です。深取り。あ、土日やん、明日。それな、土日。嬉しい。渋井さん、マウント取ってるの？いや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 。そんな、そんな。そんなマウントとかじゃないですよ。またまた。やばい！今日テンションおかしい！どうしよう！え、どうした？どうした？いや、こんなテンション珍しくない？多分。え、珍しいよね。だってさ、え、珍しいよ。だって自分でも思うの。これが深夜テンションってやつ？昼夜が起きてるのかな？深夜じゃないし。7時多分ち、昼夜逆転仕掛けてるもんみな。よくない。うん。まあ、リハあったけんやろ。おいしいよ。アンパンマン。もうね、1時間半ぐらいしてんだけど、配信。え、それはみんなめっちゃしてるやんだった。長っ。めっちゃ。ダンスしてない人みたいよ。え、大丈夫よ。した、え、し、え、し、え、したみな。これがリハ中やったらやばいよな。なんて、なんて？これがリハ中やったらやばいよな。昨日とか。リハ中。あ、うん。終わったからとりあえず。だな。まあ、時間はあるさ。いいよ、しの日だって。いいね、こんな日があるの。でさ、天使の日もあったやん。うん、あった。すごいよね。そんな語呂ができるのが。あ、3月7日みんなの日なのかな。え、それは違うと思う、でも。ごめんなさい。42137。なん、無理か。5月28は。ココハじゃない？なんで5月28なの？
コニハや。5月で2個やから5個。あ、そういうこと？そういうこと？うん。でも5月25の後に5月28来たらさ、私さ、めっちゃいい日じゃない？その5月のさ、うん、終わりの週。なんかケーキ作りたい。うん、ちょうだい。返信が来てしまった。やばい、今すごく幸。待ってみんな、今日命日かもしれない。もうダメ、おやすみ。本当にやばい。寝る？寝ない。バンされるよ。え、コラボの時ってさ、片方が寝てもダメなんかな。あ、キラやめて。この前 LINE テレビのレンジャーさんが、うん、それな、面白かったね。面白かったね。うん、なんか人生が楽しい。なんか中二がこんなこと語りだした。もう本当に今楽しい。すごくなんか充実した毎日を送っている。面白いね、あの子。やばいよ今。白目向きそう。なんか、目がさ、あの、筋肉今、動いてない。大丈夫。脱力。脱力。なんかさ、このみんなのテンションにさ、テンション、うん、みんながこんないつも変なテンションの落差があるのに、それに構えてる、ここは、尊敬する。うん、何の話だよ、それ。え、で、みんなもう昨日のさ、コクハがダンスを教えてくれたやつでさ、本当にさ、本当に思うの。違う、もう言うからね、みんな。ちょっと。ね、あの、いいですかいいですか。昨日、リハだったんですけど、6期生はちょこちょこ自主練みたいな感じだったんですよ。で、一曲ね、ちょっと難しい曲があって、コクハは覚えたんですよ、それを。で、みんなはそこまでまあできてなかったんですね。うん、で、それ、教えてったら、教えてくれて。え、でも違うよ。みんな、ごめん。え、一緒にしてくれて。ハンちゃんおったやん。ハンちゃんおったやん。うん。みんなに教えたわけじゃなくて、ハンちゃんに教えてたの。ごめんけど。みんな、それでも。え、でもさ、だって、聞いてくれたじゃん。え、こうわかるって。あのやつも。でもそこでひどいのが、ミナがね、教えてる最中に、え、ここはって優しいんだねって急に言ってきて、え、マジでなんだ、なんか、教えてもらう時に言うことかと思って。本当に、いやなんかさ、最近本当にもう、で、しかもこの前のお話し会でもひよこがね、ミナが白いスニーカーを持ってなくて黒いスニーカーしか持ってないんですよ。で、ひよこに服に白い、黒いスニーカーと合わなくないって話をしたら、で、ココハ今何の靴履いてるって聞いたら白いスニーカーって言ったんですよ。そしたら、まさかの貸してくれて、え、優しいと思うじゃないですか。うん。うん。私は、だからもうボロボロのレッスンシューズを履いて、オンラインする。マジ悲しい。ありがとう。うん。いや、たぶんみんなはもっと私に感謝してもいいと思うんだよね、ほんと。してるやん、やけん。してるやん。ありがとう。言ってるよ、この。いや、でも日々から言ってくれんとさ、伝わらんばい、毎日。ああ、だからだから。毎日言うわ。朝、うん、朝、おはよう、優しいね。え、でもそういう習慣か、義務づけるのはよくないから。不意にってこと？
そう。やっほー、ココアって優しいよね。本当によ。面白い。でも、私もその振り全然わからん。なんかさ、難しいんだよね、やっぱ。マブ、しぶちゃん。あ、エリンちゃんのマブ来たよ。え、私のところにも来てるから。マブだーい。マブだーい。でもね、なんだっけ。やばい、楽しい今。めっちゃ今配信長くしちゃいそう。2時間半はさすがにやばいから、いい感じにしとこう、さすがに。いい感じに。みんなが終わるときに私も終わる。終わったら電話でもしとこう。うん、いいよ。仕方ないな。行ったことない。最近してなくないうちら。え、昨日したやん。マスクと、マスクと顔が同化してるってやつ。ほんとに。ちょっとママに持ってきてもらおうかな。そう、なんか、ミナのマスクと、ミナの顔の黒さが一緒で、みたいな。あ、これ最新フロークだったね。うん、ちょっといなかった。ちょっとお待ちください。あの一瞬で戻ってくる。うん。あ、これ右に寄っちゃダメなやつ。ちょっと。今のところに来ました。よいしょ。ね、あの昨日新しいマスクを買ったんですよ。それがこちらね。そしたらさ、つけるじゃん。なんか肌の色が黒いからさ、同化してるのよ。今日ななかちゃんにね、しびちゃんマスクつけないとダメだよって言われたもん。ヒーローにも言われとったね。どう？絶対似てないと思うよ、これ。え、でもなんか似てたんだよ。なんだろうね。そう、めっちゃ言われて。で、マネージャーさんに聞いたんですね。そしたら、同化してないよって言われて、もう一人のマネージャーさんに聞いたら、ちょっと同化してるって言われたんですよ。なぜ？いや、同化してるよ。マスク美人って言われたら、嘘を傷ついた。そう、でもそうなんだよね。マスク詐欺しがち。マスク詐欺しがち。うん、聞いたんですよ。マネージャーさん、これ同化してますかねって。はやちゃんとおそれのマスク、え、そうなんですか？そうなんですか？ダンスの先生もこれだよね。あ、それはダンスの先生。ダンスの先生、これ。赤い、ここ。と、あの、つけてから思ったもん。待って、これ、ダンスの先生と同じじゃないって思ったもん。やばい。そうなのよ。肌が黒いね。なんか今更みたいな感じだけど、肌黒いね、みんな。じゃあ、マジで話すたびにさ、言うけどさ、うん。うちら最近多分倦怠期。え？何？第2回目？いや、じゃあ、でも今、この間が、まあ、この間とかさ、今までとか前やつさ、毎日ずっと話してるのにさ、最近全然話すんないじゃん。話すことなくなってきたよ。ネタがない。そうなの。話すことなんか一緒にいる時間長いし、なんかあったらその時に話すから、ネタがなくなるんだよね、うん。そうなんだよね、なんか。なんか、なんか今まではネットもみたいな感じだったけど、最近はちゃんとリア友化してきたから、そうなんや。会って話すようになったから余計に話すことがなくなって。そう、だから前とかさ、全然会って話せなかったもんね。そう、マジで話せない。あんま話せなかった。お互い違うこと一緒にいるから。でも最近は、ようやくね、喋り出して、ちゃんと。ようやく。周りが知る。そうなの。ななかちゃんがさ、隣に来て、あの、いるときさ、しぶいちゃんと一緒に行ったら肌が白く見えるって言われたの。
北手役。あ、待って、来た。ペスさん来た。シミちゃんかわいいだって。あんまいことは。なんか、うどん気まずい。するな。うん。じゃあ、今日電話ね。あとで。もう待って、待って。ねえ、待って。今さ、ツイッター開いたらさ、学校の子にさ、フォローされてるんだけど。私も学校の子にフォローされてる。多分この子学校の子。でもしかもあんま話したことない。仲良くなりたいなと思ってる子だと思う。多分。脈ありじゃん。え、それな。私なんて脈、めっちゃみんなこの子と仲良くなりたいんよ。本当に。DM する?できんわ、できんわ。もう本当に仲良くなりたいもんみのこのことめっちゃ。やばい。今日はいいことしかない。どうしよう。明日生きてないかもしれない。なんで?死んどる?うん。命日。うん。やばい。やばいよ。ねえ。マック食べたい。あ、食べたい。サムライ、ベーコントマト肉厚ビーフが食べたいっす。食べたいっす?チョコパイ、チョコパイ食べたい。チョコパイこの間2個食べてなかった。ん?気のせいだよ。待って。ん?明日が 7? 5でしょ、明日は。明日は5か。うん、5ナイスパビーチョコパイマックフライドポテト何ああ、はーい。はーい。何話せよー。じゃあみな。はい。ねえ、何曲覚えた?何が ?26、28。覚えてないやつはある？なんか、振り食い見たらいけるけどさ、あれ、なんか、うん、そう覚えたと思っても、そうできない。なんか、実際みんな、その、合わせた時に、できなかったりするからさ。はい、練習不足でーす。はい、ごめんなさい。本当に最近ここ、ハダンスがびっくりで、びっくり。うん、びっくり。あ、今踊りそうになっちゃった、今。危ない。みなさん、今、頭の中で。マイク。もうマイク構えちゃってた。なんかもう、こん、やばい、危ない。今日ね、ちょっと、もういい推しの日だからさ、ゆうさん話すね。今日、リハ終わってから、こう、はなさんが、ある曲の振りを教えていただいたんですよ。みんながちょっと間違えたのとかわかんないとこがあって、うん、間違えたとこがあったから、そう教えていただいたときに、わかんないとこがあったから、教えていただいたんですよね。やばくない?はーい。こういうことだ。いい推し。パート1にするか迷うな。どうしよう。パート2で、まあ、違う人とかとあげるかって。そしたら、なんか、推しが多いのバレちゃう。DD やん。やばい。公開してない人とかいるもん。私も公開しない推しいるよ、めっちゃ。いるよね。めっちゃいるもん。3、4人ぐらいおる。
ちょっと待って。惜しい、うん、惜しい、うん。好き、好き。あ、好き麺？好き麺。好き麺。好き麺。なんか、推しっていうかわかんないよね。好き麺。あ、それはわからん。私もわからん。もう、なんか、ハートの、ハートの先輩か、先輩は、推し麺とはちょっと違うんです。わかります、うん、例えば。好き麺は、もう、なる。可愛いってなる。でも、推し麺は尊いってなる。え、なんか、あの、なんだったっけ？相手に、あ、誰かに紹介したいって思うのが推しで。あ、わかるわかる。で、みそがひそかに、好きって思う、ひそかにでもないけど、みんなの場合。もう、多分、もうほぼ割れてるけど。自分からは、あんまり公開しないのが好きめ。あ、そう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 。わかる？うん、わかる。でもいつの間にかバレるのが好きめ。そうなんだよね。そうなんだよね。でも推し、なんか、推しってさ、重たい言葉みたいな。みんな、みんなどちらかというと、好き面の方が重たいと思ってる。嘘。みんな、みんなの中でそうだから、多分。じゃない？みんな。でも分かるでしょ、あるの知ってると思う。そのあなた言いまくってるよね、よくない？あの、なんか、その前に、毎日電話してた時代？やばい、やんでた。なんかその時に、なんか電話するたびに、ああ、もう無理かもって言い出して、なんかそう。バイバルさんが。マジで、マジで無理、この人って思ってさ。切ったもん、私、電話。そう。で、でもさ、なんか、前会ったくだりでさ、なんかで、どっちが切った、どっちが切って、で、切った方がかけ直すけど、全然もう一人の方はわざと出ないで、みたいな。そう、いや、あの時の多分通知がえぐいよ、ある。うん、キャンセルの、ね、あれが。あ、好き目は気がつくと目で追いかけてる。あー、わかる。目が追いかけてる。それ。はい。いや、グッズを一生懸命買うのが推しだって。あ、そうですね。それはもうご存知ですもん、私。でもさ、なんか、お金、お金をこの人に密輸したい？密輸したい？なんていうの？あ、わかる、わかる。なんか、好き面は、こう、グッズとかっていうより、見る、見る線？見る線で、あの、お出かけ行きたい系、わかる？推し面は、おな、みんなの普通にアイドルじゃなかった、ちょっとあれだけど、例えば、推しは、グッズを買ったりっていう、こう、拝む系だと思ってる、みんなは。好きは、もう、こういうこっちの方だと思う。なんか、なんていうの？目で追いかけたり、グッズまではいかないけど、感情が違うみたいな。だから、その、推し面が誰かと仲良くしてたら、え、仲いい、かわいいってなるけど、好き面が誰かと仲良くしたら、ちょっと嫉妬する系と思ってる。その。わかる？なんか、推し面は、なんか誰か嫉妬しないけど、好き面の方が。誰とやっても、でも何しても可愛い系だと思う。うん、でも、ちょっとあれだけど、え、いいなと思うけど、みたいな感じだと思ってる。みんなの中では。うん。やばいね、これめっちゃ深いトークだよ、今。あ、でもこれは多分、見てる人も分かち合える内容だから。分かち合えると思う。分かち合える、ほんと。みんなは多分、好き面から推し面には絶対ならないと思う。あ、でも。マックスだもん、好き面のマックスだもん、今、タッチしてるから。うん。なんか、好き面がここだったら、推し面に行くまでに、一回、ここら辺止まってこう行かないといけないけど、みんなはもうここに行ってるから、もう行きようがない。行きようがない。え、推し、あ、推し、推し何人いんの？推しは、ちょっと待って。HKT48 の中で？いやいや、もう全体的に。あー、気になり面とかもいる。じゃあ、推し面、好き面、気になる面、全員、あ、全員、人数、人数。人数ね。
面一人。つき面一人。つき面、みんな好きだけど、みたいな。面でもこういう系。ああ、こういう系ね。そう、が一人。推し面は、え、みんな。1、2、3、4、5、あ、ほんとね。でも8人ぐらいいるか、ワンちゃん。でも、その中でも、あれがあるもん。あれっていうか、でも HKT がいいですよね。で、気になる面っていうか、普通に仲いい先輩面とか、仲いい面みたいな。うん、うん。そこら辺はないじゃん、別に。うん。気になる面は、気になる面はゴッス。ちなみに、全員 AKB さん。AKB、え、何 ?AKB 系列姉妹も組んでた。ああ、うんうんうん。え、AKB だけで、そんなんいるってこと？うん、違う。AKB48 さん、SKE48 さん。ああ。SKE48 さんの方は誰かわかるよ、私多分。わかるでしょ。まあ、目にずっと言ってる。うん。あら、ゆうねちゃん。かわいい、ほんとにあの子。かわいい。って思ってる、みんな。あなたは逆に。コグハ。え、でも、推しは、うん。3で。うんうんうん。え、でも全員違うんだよな。なんか、所属してるグループも違うし、活動場所も違う、全員。わかる。知ってる。あ、でも好き面は、好き面じゃなくて。みんな、みんなの、あれ、わかる、わかる。同レベにしてる、同レベっていうか。あれにしてんの？どれで？あ、わかった。あ、ちょっと待って。好き面、あ、推し面は3人の、好き面は、好き面は、あ、気になる面はいないで、好き面は、うん、待って。たぶん、誰だっけ？待って、坂道橋はいないで、言いますよ、言いますよ。推し面に。はい、どうぞ。あ、でも、好き面は、いやでも、あ、そんなにないかも、3人くらい。いや、思い出したら言う。思い出したら言うって、絶対これ、好きじゃないの。以上。私の、事情、心の中事情でした。心の中事情。ゆえみなと、富士の国派の、現在の状況をお伝えいたしました。でも、なんか私は別にグッズとか買わないけど、私、あ、そう、今思ったのが。みんなも全員グッズ買うとかじゃないもん。え、なんか、推しもそんなグッズ買わないけど、なんか写真、ツイッターとかに載せたい写真を全部、写真のフォルダの中に入れ出したら、もう推し面かなって思っちゃう。全部じゃないか。え、全部入れる、もう。容量重くなるし。え、でも、写真は容量食わないんだよ。そんなどくくうん、動画の方が食うから。いや、あ、動画はそう。だってなんかさ、写真はなんとか KB だけど。待ってみ、2時間しちゃう、もう。やばい、どうしよう。さすがに長いよな。大丈夫だよ。ここに4時間ぐらい配信したい。したいから、4、5時間。え、リハ終わりだし。終わりだし大丈夫。そう、これが昨日とか一昨日だったらさすがになんかメンバーとかにも思われそうや、ロッキーとかにも。うん、え、何してたのみたいな。それでできなかったら余計ね。うん、そうそう。次のレッスンとかリハまでに、やるんだよ。そう。か。そっか、今月、今日、そっか。今日のラジオ、カレンレンとマイさんなんや。うん。やばい、待って、踊りそうになった、危な。マジ、歌いそう、なんか、怖い。うん、え、でもさ、なんか、表題曲とかはさ、別歌ってもさ、うん。して取りには必ず入ってるからさ、そんな、映えないじゃん。でも、カップリングとかだったら、カップリングとか、やばい。するのかなみたいな。その、匂わせやん。それな、匂わせやん。もうみんな、マジで意志がさ。本当に。かわいい、やぐちゃん。昨日の夜さ、うん、ツイッター見たらやぐちゃんのさ、なんかお休みみたいなやつがあってさ、かわいいと思ってしまった。
でなんか6期生のさ、メール撮ってる。撮ってる。もう本当に可愛くないもん。なんかさ、なんか、オタク目線になれる。なんか涙出すもんだもん。可愛いって。可愛い、マジでみんな。衣装、衣装はみんな、あれだもん、好きだもん、衣装。三育には難しいんでしょ。やばいよね、三育。なんかみんないつの間にか行っちゃいそうで怖い。それは涙も怖い。なんかダンスとか踊り始めたらもう無理じゃん。見てるだけで難しいと思う、曲は全部。うん。まあ、衣装と三育には。衣装、衣装踊るのっていうか、普通に前レッスンでやったよね。うん。やったやった。いつかやるときに簡単にできるみたいな。なんか難しい振り。そう、難しい振りレッスンでちょっとこっちこやってるよね、うん、いつやるか本当に分かんなくない。だってやらなかった曲もあるし、全然前は、え、でもさ、必然やったやん、ちゃん、あの、その時は。あ、確かにやったかも。めっちゃ前に。うん、めっちゃ前。必然はレッスンして、レッスンして1ヶ月後ぐらいやったよね。ぐらいに、これがツアーとあの曲に入りますってやって、あ、するんやね、うん、あ、やるんだと思った。そう思った。マジあれ難しかった、覚えるの。なんなんなんあそうや、学校合唱発表会やん、今日。今日いけんかった。どうしよう、ほんとに。なんかいいなぁ。なんか。お泊まりした。あ、おいで。もうダンスやばい、難しい、ほんとに。でも私多分ダンスは、うん、でもダンスってなんか意外といけるくない、なんか。そう、ほんとになんか最近やばいよね、めっちゃうまいもん。私、記憶力が良くなっちゃった、最近。いや、やっぱ、冴えてるんだな、頭が。頭いいもん。うん、ありがとう。ちょ、笑ってしまった。ブってなった、ミナの笑いがプって。なんか、本当に、最近、幸せだな。十分幸せ流れた。十分じゃ。ダメだって言います。あっさり言葉。あ、じゃあ、なんで、なんて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 ん。言葉で。ねえ、はんちゃん、コロンちょっと待ったね。いいや、コロとお泊まりしてんだよね、みんな。私も、なんかさ、お泊まりしたらさ、お通り。うん。なんか、本当に充実してるな。多分人生に無駄がない。一気に入ってきた。なんか、語ってます、この14歳は。いや、13な。あ、中2か。いや、ほんとになんか HKT に入ってから、なんかさ、よくあれ、HKT、なんか、本当に合格したから人生が180度変わりました。ほんとに、え、なんか、なんか、うん、すごい。だって、この常に何かをやること絶対あるでしょ、学校か、うん、ダンスかっていう。前は、が勉強しかなかったから、そのダンスのところにゲームとかなんかいろいろあったけど。うん、はあ、本当にさ、もう1日30時間欲しいもん、今。
そんないらんっしょ。いるでしょ。いやん。30時間。24×7 なんだっけ。ん？待って。24×7 は168やろ？うん。1日42時間だったら1週間4日間になるの。で、週1休みだとしたら、月水金日っていう、あれ毎日なの。月曜水曜金曜日曜、月曜水曜金曜日曜っていう、もう、今の7日制度じゃなくて。だって1日42時間なのね。いや、1日3、3え、でもさ、みんな、だってさ、1日ってさ、太陽のあれ的な問題じゃん？待って。24×7 は168でしょ？うん。これを6日で割るとしたら？割る6。28なんよ。1日28時間、8時間もあるじゃない？ 4 時間増えるんだよ。ってことは、1時間を睡眠にして、3時間を他のことにするってことでしょ？それは多分結構いいと思うんだけど。そしたら、週6日、6日で、2日間土日の、8日間平日、4日間平日。もうわかんない、みんなの言ってること。通訳欲しい。絶対いらないだろ。通訳欲しい。絶対いらないよ。専属通訳欲しい。どういうこと？お金は自費でお願いします。なんで？みんなが、みんなが日本語下手だからってか。みんなって考えることがさ、なんかもう、おかしい。どういうこと？今日、レイヤちゃんとみんな、なんか言い争ってた。なんか、なんだったっけ？ゲシと、ゲシと当時。なんか、ゲシと当時ってあるじゃないですか。で、地球がもしもね、あ、これでいいや。ここの、これがね、この地球だとするじゃん。ん？まあいいや、そしたら、太陽って、本当に聞いたし。で、太陽って、夏至の日は夏だから、一番高いとこ通るじゃないですか、こうやって。だから、ここにあるときは、影がちっちゃくなるんですよ。こう、外に立ったときに。でも、冬至のときって、一番低いルートをこうやって通るから、ここにあるときは影が長くなるんですよ。だから、基本的に、影、夏の時の影って冬の時の影より短いじゃないですか。だけど、多分、そう、習った気がするの。だけど、なんか、レアちゃんは影の長さは変わらないよって言ってて。そう。だから、この、なんていうの？太陽がさ、上を、この高いところを通ってるから、日が長いんだよ。日が長いんです。わかる？わかるでしょ？ほら。で、それで、通ってて、この距離が長いから、この一番上にあった時は真上にあるから、影が短くなるじゃん。当時は、逆に、この一番短いルートを通るから低いじゃん。うん。だから、この当時の時の虹とかっていう時は、影がこういう角度だから、影って長くなるじゃない？うん。だから、絶対みんなは、前、先生に、冬至の時は、夏至、だから夏、冬は夏より影が長くなるみたいな。ストレスじゃない。スタイルが良くなるみたいな。しぶりちゃん正解でしょ？そうでしょ？そう、なんか、それでなんか、でもレアちゃんの言ってることもわかんなくなかった。なんか。うん、うん。なんか、その夏と冬は別に、日の時間違うからさ、この、日の時間が違うってことは、この長さも違うってことじゃないですか。ってことは、絶対通るルートは違うから、え？あれ？でもさ、地球の半径と同じだね。ってことなんだろう。へぇ、なるほど。ね。
なるほど。わかった。めっちゃわかった。わかる？わかる。でもめっちゃわかる。マジで。絶対わかってないんだよ。絶対わかってないやん、もう。その反応。いや、マジマジ。そう、みんなはっていうのをめっちゃ、なんか、ね。本当に、今思えばくだらないなって。そう、なんか、だってその時間は、ロッキーは、待ちの時間だったから、絶対みんなダンスの練習すべきなのに、すべきなのに、しかも、そのなんか廊下みたいなところで、結構遅かった。2年だからって、二人がずっと言い続けて、うわ、しょうもなって。なんか、マジで、なんか、リエちゃんがそこまで、なんかそんなにこのことについて話したと思わなかった。リアちゃん面白い。面白い。同じ時間で比べれば。確かに。そう。夏の4時と冬の4時比べて。だから、そうね、地こうなってるから、やっぱここのさ、ここから見た時の、ここから始まった時の、ここ絶対違うじゃん。確かにね。確かにね。うん、やっぱみんな賢いかも。賢い。ああ、無理無理。もう。なんか。よさん。もうみんなってほんと無理、私追いつけていけないもん。そんなこと言わないでよ、カナピーエン。ついていけないよ、私は。すごいよね、それでも。東京と福岡では日の入り、いや、30分、40分ですよ、確か。40分、だから、明石市が、135度で真ん中でしょ？ちょうど明石市があるんです。でも東京がこっち側としたら、ちょうど反対側が多分佐賀県とかなんですよ。確か。だから、ここが多分20分ぐらい違って、こっちも20分、あ、そう30分か。30分ぐらいか。そうらしいですね。そう。そうよ。いつか理科出るかもね、これ。出るかも。予習だ。これでも絶対間違いないね。うん。間違いない。なんか、あれ、なんか、運動会もやりたいけど、学力テストとかもやってみたいかも。え、学力テストやりたい。やってみたいよね。でもさ、ゆいなとかさ、おるからさ、あれじゃない。じゃあ、小学校の問題でみたいな。小学生組。中学生組みたいな感じってことかな。あ、じゃあ、中高生は中学生の問題で、小学生は小学生の問題で。ありあり。で、あ、ななかちゃんとかヒーローは高校、うちらと同じ。でもさ、ひこころはさ、なんて言うと、まだ中1だからさ、やってないやつもあるじゃん、絶対。いや、でも私多分頭、あ、ではちょっと嫌だな、それ。やってみたいな。じゃあ、でもロッキーだと誰が一番頭良くて、誰が一番頭良くて。それはさすがにレイヤちゃんだと思う。でも、順位考えよ。レイヤちゃん。レイヤちゃん。ヒーローも多分頭いいでしょ、確か。あ、ヒーローも頭いい。ザワちゃん、ザワちゃん。で、サーヤちゃん、サーヤちゃん。ザワちゃんは、あれ、英語だから。レイヤちゃん、サーヤちゃんじゃない、絶対多分。サーヤちゃんめっちゃ頭良い、確か。マジ？頭良さそう。レアちゃん、サーヤちゃん、ヒーロー。まあ、その3、レアちゃん、サーヤちゃん、ヒーロー、その3人が。まあ、でも、もしかしたら、ヒーローは、中学生の問題でしょ？うん。だから、ヒーローとかは、こう、時がない。忘れてる？あ、忘れてるかもしれないじゃん。って考えたら、多分、うちらはさ、あれじゃない？小学生の問題したよね。
中学生の問題簡単すぎや、絶対。現役だよ、私たち。中学校。でも、一瞬待ってできないかも。考えすぎて。掛け算。掛け算の早解きとか。いや、私、そういう、そう、計算のさ、対決無理なんだ、絶対。てか、私、学校で、学校でね、なんか、100問の計算を解くってやつ。あ、あるね。そういうの。なんか、あったんだけど、その時、なんか、謎に緊張しすぎて、手がめっちゃ震えて、書けんくなるんで、マジで、びっくった。大丈夫やった、でも。マイさん、マジ手震える。やば、AKB48 グループのセンター試験1位、マイさんだって。わかんない、グループだよ。48グループ。どうやって？ 48 グループのセンター試験の1位がマイさんだって。あ、マイさんな？すごい。マイさん、だってさ、マイさん頭、家庭教師メンバーじゃん。あー、確かに。え、誰だ家庭教師メンバー？リコピさん？うん、そう、リコピさん。あ、ゆかさんだ。ゆかさん、ゆかさん。中国語とかできるし。みなも、みなもいつか5年後とかになったら、なってるのかな？ないです。あ、センター試験1位はみおんさんか。みおんさん。年なのかな？なんだろう。みおんさんか。HKT の中でってことかな？あ、小田さんも。ねえねえ、うちらも勉強してたよね。うん。ちょっと、そのために勉強頑張ろう。ちょっと、未来の7、8期生のために、ちょっと今から勉強頑張っとく。え、ワンちゃん7期生さんは、7期生さんは、かいつあるかわかんないけど、そう。うちらより年上が多いかもしれない。うちらより年上の人が。でもいつなんだろうね、4年後とかだとしてさ、うちらの 18？ いや、絶対、年下ですよ、だいぶ。4年後 ?2 年後とかだと思ってる。そんなに、3年後として、17人。高2じゃん？高2か高3じゃん？高2か。だってそんな年上、あ、やだ、なんか年上メンバー入るってどんな感じなんやろ。いぶきさんが今高2でしょ？年上メンバーだって、年下は逆に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。上、半分ぐらい年上いるってことでしょ、いぶきさんは。うん。まあ、8人、あ、違う、そうそう。てか、周年でさ、オーディションやりますって言われたらどうする？やだ、泣く。やだ。どうする？でも、大学卒業してる先輩方何人かいらっしゃるよね。でも大学とさ、難しくない？うん。両立的な。みんなは、ちょっと、後輩、ちょっと、仲良くなりたいからさ。あ、この間のさ、部活のね、こう？うん。ちょっと全然あれから話してないんだよね。ああ、仲良くなりたくて、変な子か。やっぱ距離感みんな苦手かも、難しくて。できない、なんかうまく。うん。難しい。でもさ、なんかさ、私的なもん、思うことがあってさ。待って今7時40分やで。2時間以上しとる。うん、2時間、うん、36分ぐらい始めた海なの、5時。うん。あ、そう、リヌさん。でも大元気やろ、確か。大学生。うん、そうだね。すげえ。うちらも大学行くんかな。でもさ、卒業するタイミングによらん、その大学行くか行かないかって。まあ、わかる。卒業するときによって変わる。でもその大学のあれにもよるじゃん。うん、理系か、あれかにも。文系、理系。みんな多分理系かもな。みんなは、か。リュウさん前なんかショールームでさ、中国語やってるみたいなこと言ってた気がする。うん。って言ってて、なんか、すごーって思ったっす。思ったっす。うん
思いましたねよ。やばいよね、もう楽しい。二人は高校から考えようねって。いや高校ね、高校ね、1年半後ぐらい、うん、高校生か、かわいい制服着たい。え、それな、かわいい制服着たい。JK したい。JK ね、なんかさ、制服プリとか撮りたい。あ、撮りたいね。でもさ、制服で多分あんま行けなくない、天元とかっていうの。大丈夫でしょ、上になんか羽織っとけば。パーカーとかスカートとか。うわー、ギャルやん。ギャルやん。高校のせいさ、あの、校則ってどんな感じなんだろうね。学校によるのかな。学校によるし、なんか頭いい高校は緩いし。うん。でも、緩い方がいいけど、絶対頭いいところ行けないから、あの、うん、もう、ちょっとあれだから。無理だから。やばい、今すっごい流れてる。ハムレオン女子長の大人に似たふうに。カメレオン女子中世作ってもらう。確かにカメレオン制服着てるところの高校がバレるよ。だよね。そりゃダメだ。じゃあなんちゃって制服しかできないじゃん、歩き回りには。うん、なんちゃって。この制服着てるとかさ、制服のバンビに見えた。制服のこの前の幕張のさ、時の出てたね。だからバリさんとくるみさん可愛かった。可愛かった、めっちゃあれね。制服このバンビ可愛い。やばい、今日ショールームデーや。ショールーム、1日の12分の1ショールームしてるって考えたら恐ろしい。確かに。やばい、ね、え12分の1。うん。え、それマックスは何で捉えてるの。24時間。24時間、分の2だよ、12分の1やばい、ね、そうだね。足の指まで全部使わないじゃん。両手と足一個で終わっちゃうよ。どうしよう。でもさ、なんか来週、リハ終わったけどさ、やっぱさ、覚えないといけないからね。うん、そう、もうやばい、もう。だってレッスンとかも入るし。もうやだ。意識遠のきそう。誰かんち行って、自主練習を。え、何それ。明日する。いや、みなとはしない、ごめんけど。え？え、なんかさ、広い場所欲しいな。待って。ん？なん？でもね。どうしましたな。え、でもさ、なんか一緒にするならさ、もう完璧にしてからにしよう、みなは。え、みな、え、じゃあ、朝、ん？教えてもらいたいんですけど。え、じゃあ、後で要相談ね。あの、なんか今ここで話して瀬戸井とか言っちゃいそうだから。あ、え、これ覚えた？それ覚えた？って。わかる。なんか、あの、瀬戸井言っちゃいそうだから怖いから、後で要相談。うん。え、でもさ、なんか、広く使える場所がない。あ、ある、畳の部屋とかならいけるか。な、畳ないっす。私の家はある。見なきなよ、私。行くのめんどいからさ。オッケー。オッケー、オッケー。じゃあ、いつ来る？12月とか。やべえ、もうこういう時にヒーローは何をするか。ヒーロー今、何してるかな。なんで？なんでヒーロー？ヒーローこういう時、って言ってる。ああ、確かに。ヒーローリアクションいいからな、なんか。うん、面白いヒーロー、マジ大人。
でも中二って考えたらすごいよね。もう中二だよ。いや違う。もう中二だっていうのは4月から実感してんじゃん。もう中二の11月なんだっていうのがやばい。中3、中3って考えたらやばいかも、次。だ次そんな考えられる。あれじゃん。あの、小学校でいう小6でしょ。あなたちは最高学なんです。来年から中学生なんですよって言われる年だよ。嫌だね、そういう言われる。嫌だよね。なんで、えらくさ。なんか中2は学校の中心みたいなさ、なんそれって。なんか絶対違うから。でも中2ってさ、一番あれだよね。中1は学校校内にいる同級生が全員先輩じゃん。うん。中3は全員後輩じゃん。うん。中2って分かんないじゃん。どっちともるけんね。そう。大変。でも受験とか考えたらさ、マジ。受験。しないといけない、私も。やばい。もうなんか考えるだけで頭パンクしそう。だってさ、なんか15歳ってさ、なるじゃん。15歳か。20歳ってお酒飲める年やん。お酒、じゃあみんな一緒に乾杯しようって思ったけど、みんなの誕生日、私の誕生日ほど遠いわ。そうよ。じゃあ初お酒は、みんな、あ、みんな、でもみんなあれだもん、ななかちゃんとこの前約束したもん。みんなの初お酒はななかちゃんって、みんなの、何だっけ、みんなの二十歳の誕生日かなんかは、ななかちゃんがハワイに連れて行ってくれるらしい。ハワイで初乾杯なんだって。だから、ななかちゃんはそれまでに頑張ってくれるんだって。頑張ってくれ。イェイ。でもさ、なんかさ、まあ、その二十歳まで今みたいな関係が続くかどうかはわかんないけどさ。うん。どういうことそれは。それはどういうことでしょうか。なんか超意味深みたいなこと言ってしまったけど。はい、わからんけどさ、その二十歳もさ、なんかさ、みんなでお酒乾杯するのかな、ちゃんと。どうする、そうなってたら。どうする、お酒乾杯してるかもしれないけど、今までジュースで乾杯してたのに。やばいよね。ジュースで乾杯してたのに、お酒になった。ブドウジュースでワインとかさ、言ってたのにさ、それがブドウジュースじゃなくなってるってことでしょ、アルコールが入ってる。嫌だ。で、もう酔いが回ってるから変なことやりだすん。もしかしたらさ、その時もみなが二十歳だったら、ななかちゃんさ、何年くらい、もう30とかってことでしょ。で、その時にもしも、いや30、でも29とか27だと思う。27ぐらいじゃない、もしもその時にもしも辞めて、ワンチャン結婚してる可能性もあるってことでしょ。うん。考えたらやばくない？だって6期生の子供とかさ、楽しい。ゆいな、ゆいなまだ半分じゃん。嫌だ。なんかさ、私たちは10年経ったら24歳だけど、ゆいなは10年経ったら20歳だからさ。やばいね。やだ。だからさ、多分みなは、あ、でもそっか、成人式18歳になったのか。うん。今まで思ったんだけど、成人式って20歳じゃんか。うん、成人式の二次会とかでさ、こう、絶対何人かお酒飲むじゃん、成人式だって。うん、早生まれ飲めないよ。かわいそう、かわいそう。そう、早生まれだけワインない、ワインじゃなくてまだ、あの、リンゴジュースに、あの、泡立てたり、泡を入れるか。もうリンゴの炭酸飲んじゃい。子供ビール、子供ビール。かわいいね。あの、鬼滅のパッケージとかのさ。なんかキャラクターみたいな。キャラクター。しんちゃんとか。あるよね、なんかそういうの。面白い。今52分。やばいね。うん。そろそろランキング読まなきゃ。じゃあみんなどっちから言う？みんなから言う？どっちでもいいよ。じゃあじゃん負けからね。あ、じゃん勝ちからしよう。いいよ。
はい、昭和。じゃんけん。え、うん、出した？最初はグー、じゃんけんぽ。ダメよ。最初はグー、じゃんけんぽい。いいよ。何出してる？え、みんな、多分パーだ。え、何？パーだ。もう無理だ。最初はグー、じゃんけんぽい。返さない。どっちに私やん。あって、ギフトも全然読んでないな。あ、ほんとにみんなも。ギフトから読んでる。てかさ、私さ、ギフト投げたんだよね。なのに、何も反応せんかったかな。気づかんかった。ごめんちょ。投げたのに。あ、誰もありがとうございます。神もありがとうございます。これなんていうの？天然うなぎは、不眠症で体調に影響を及ぼしてるから、超一匹狼さんありがとうございます。カズオさん、神ありがとうございます。葵ちゃん、キラキラとか、だるまとか、ハートとか、ありがとうございます。くじまさん、キラキラありがとうございます。えいちゃんさん、キラキラありがとうございます。とも、はじめまして。たよさん、キラキラありがとうございます。葵ちゃん、他にもバラとか、ありがとうございます。はい、なんかさ、これさ、同じ名前の人とかさ、あ、同じ人とかいたらさ、その人とは別、気まずくならない、別に。なんとも思わない。なんか、まあまあまあ、なんか、ちょっと気まずくなるとかならない？なんか。ない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 。ない、うん、ないよ。なんだろうな。私、何を紙送ったと思う？みんなに。8個くらい。え？もらえるやつは無料で。うん、そう。8個送った。あおいちゃんさん、ありがとうございます。スーブッチンさん、ありがとうございます。あの、なんか、なんだっけ、スプッチンさん？フリナさんの配信で見たことあるかも。いや、スプッチンさん。ありがとうございます。キングたいやきさん、ありがとうございます。イッチロシさん、ありがとうございます。ランキングは？あなた、ここ派かな。ちょっと。なんで？13位、イチロシさん、ありがとうございます。12位、ただのさかなさん、ありがとうございます。11位、たまちゃんさん、ありがとうございます。10位、ネコロさん、ありがとうございます。9位、アキチョさん、ありがとうございます。8位、カメチョさん、ありがとうございます。7位、ペシさん、ありがとうございます。6位、モリショウさん、ありがとうございます。5位、ヒガさん、ありがとうございます。4位、サイナさん、ありがとうございます。3位、ヤスプッチンさん、ありがとうございます。2位、ヒデさん、ありがとうございます。1位、あおい、ん？待って、1位、おいちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ティン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 。13位、大輔さん、ありがとうございます。12位、リベロさん、ありがとうございます。11位、モンさん、ありがとうございます。10位が、ホワインポップコーンさん、ありがとうございます。9位が、ヒロタンさん、ありがとうございます。8位、マックさん、ありがとうございます。7位が、ウラさん、ありがとうございます。6位、カゾウさん、ありがとうございます。5位が、テルさん、ありがとうございます。4位が、ユミヤさん、ありがとうございます。3位、夏目吉高弘さん、ありがとうございます。2位が、クリジマスさん、ありがとうございます。1位、葵ちゃんです。ありがとうございました。両方の1位。おめでとうございます。ダブル1位。見て、消えた。ドゥン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 。何してるの、あなた。もう寝てる、今。枕あるから。寝てる。起こして、いや。ありがとうございました。起こしてたりやん。ルンさんのキャッチプレーズやん。眠りの。うん、かわいい。ありがとうございます。バイバーイ。切っていいもん。うん、どうぞ。目では切らないと。